それでは続きまして、下村治先生のノーベル化学賞受賞記念講演会を開会いたします。はじめに、下村先生のご紹介をさせていただきたいと思います。皆様のお手元にもあるかと思いますが、先生は、昭和3年に、京都府にお生まれになって、ございます。昭和26年に長崎医科大学附属薬学専門部、現在の長崎大学薬学部でございますけれども、ここをご卒業になられ、すぐに長崎大学薬学部の実験実習指導員、さらには助手になっておられます。昭和35年に名古屋大学の方で理学博士の称号となりまして、同年、フルブライト奨学金を得られて、米国のプリンストン大学の研究員になっておられます。その後、38年、名古屋大学理学部の助教授になられましたが、再度、アメリカの方に渡られまして、昭和40年、プリンストン大学上席研究員、さらにはボストン大学の客員教授、ウッズホール海洋生物学研究所上席研究員を経られまして、平成13年に退職なさっておられますが、現在はウッズホール海洋生物学研究所特別上席研究員でございます。先生、これまでにたくさんの賞を取っておられますけれども、そこにございますように、昭和35年にフルブライト奨学金、それから平成16年には、英国の王室顕微鏡学会の賞、それから、17年にはイリノイ州立顕微鏡学会の賞を取っておられます。平成19年、朝日賞を取られまして、先ほどご紹介ありましたように、その年長崎大学の名誉校友になっておられます。平成20年の11月には文化功労者、さらに文化勲章をお受けになり、12月にノーベル化学賞を受賞されました。で、本日は、長崎大学の名誉博士とともに、長崎県の名誉県民、それから佐世保市の名誉市民になっておられます。それでは先生、講演のほどよろしくお願いいたします。世界には無数と言ってよいほど多くの種類の発光生物、光る生き物が存在しております。ホタルは誰でも知っている発光生物ですが、今から5月まで富山湾でたくさん取れるホタルイカもそうですし、駿河湾で取れる桜エビも発光生物です。これはオキアミです。地球上で最も多量に存在する生き物だと言われております。足の付け根に10個の発光器を持っておりまして、こういうふうに光ります。強い刺激によって強い光を出します。昼間は通常300メートルぐらいの深い海で大きな群れをなして住んでおりますが、夜になると浅いところに浮き上がってきます。クジラの食べ物になりますが、クジラが食べるときには何千匹というオキアミをいっぺんに口に入れますので、口の中が青く輝くように光って爽快だろうと思います。昨年、私は緑色蛍光タンパク質 GFP を発見した功績でノーベル賞を受賞しました。私は今までに10種類以上の発光生物を科学的に研究しましたが、そのうちの一つ、オアンクラゲの発光物質の研究中に副産物として私は GFP を発見したのであります。今自分の過去を振り返ってみますと、私の GFP の発見は天の導きによるものであり、
天は私を使って人類に GFP を与えたのではないかと思うことがあります。私は1928年に京都府福知山で生まれました。5歳まで福知山にいましたが、父が軍人であったために、その後佐世保、満州、大阪、諫早と住所が転々と変わりました。これは私が佐世保にいた幼稚園時代です。左側が弟です。その後小学校の1年から3年まで3年間を満州の南満州の片田舎で過ごしました。田舎で日本人学校の同級生はたった4人、遊ぶものは何もなく、夏の間は魚釣り、冬はスケートぐらいしか楽しみがありませんでした。これは小学校4年の時、佐世保に帰った後、父が数日満州から帰ってきた時の写真です。これが私、弟、父、祖父、祖母、母で、後ろにいるのは叔父の佐竹の人たちです。これは小学校4年生の時、白平小学校の4年生の時ですが、この後ろにある校舎は木造2階建てで、ここにあるお宮のような小さな建物は宝安殿と呼ばれて、その頃はどこの学校にもありました。中には天皇陛下のお写真と教育勅語のような大事なものを保管してあって、その後戦争がひどくなって空襲警報が出ると、校長先生や教頭の先生がそれを捧げ持って防空壕に走るのでありました。これは私が中学2年生の時の写真です。大阪の住吉中学です。私いつも背が高いので、いつも同じポジションにおります。でちょっと見ていただきたいのは、ここに足ですね。足に、戦争がひどくなってみんな軍隊式になって、足にみんなゲートル巻いております。巻きゲートル。住吉中学4年生の時でありました。1940年4年の夏のことですが、戦況が悪くなり、大阪が危なくなりましたので、長崎県諫早に疎開しました。ところが9月1日に諫早中学に初登校しましたところ、直ちに勤労動員され、海軍航空署で働かせることになりました。工場で働き出して約1年後の1945年の8月9日に長崎に原子爆弾が落ちました。その日は朝11時に空襲警報が出たので、我々は防空壕に行く代わりに、工場のすぐそばにある丘に登って空を見ました。 B-29 が行き、下から飛んできて長崎の上空に来るとパラシュートを2つ3つ落としました。それにはいろいろの測定器と送信機がついていたのです。数分後にもう一機の B-29 が現れ、それが同じコースで長崎上空に達したとき、空襲警報が解除になりました。我々は交番に戻り、そして仕事を始めようとしたその瞬間に強烈な閃光がひらめき、目がくらみ、しばらくしてゴーンと爆風が来ました。長崎市は一瞬にして廃墟になりました。長崎が原子爆弾を受けて6日後の8月15日に日本は無条件降伏し、戦争は終わりました。それで我々の勤労動員は終わりましたが、しかし戦後の混乱で私を入れてくれる学校はどこにもありませんでした。その頃は入学試験に内申書が
大事な時代でした。私はイサヤ中学を卒業したことになってはいるんですが、勤労動員のため一日もイサヤ中学で勉強をしたことがなく、したがって担任の教師もいなかったので内戦書はもらえなかったのであります。2年間あてもなく浪人しましたが、それは私の人生で一番惨めな期間でした。3年目になって原爆で破壊された長崎薬船、正確には長崎医科大学附属薬学専門部の開校舎が私の家の近くにできました。そして諫早中学のある親切な先生が内申書を書いてくださった。その内申書のおかげで長崎薬船に入学することができたのです。そのご恩のある先生の名前を思い出せなかったのですが、あだ名はゆうちゃんでした。幽霊のゆうちゃんです。ところが2、3日前諫早市役所に行きまして、その先生の名前が梶谷先生であることが分かりました。長崎薬船を卒業した後、長崎大学薬学部の安永教授の学生実験の助手にしてもらいました。安永先生は親切で人望のある先生でした。4年経った時、私に1年間内地留学の許可を取ってくださり、そして名古屋大学の分子生物学で有名な江上不二雄教授に紹介すると言って、わざわざ夜行列車で名古屋に連れて行ってくださったのです。長崎駅を夕方7時頃の急行雲仙で出ますと、翌朝朝8時に名古屋に着きます。それで朝ごはんを食べて、すぐ江上先生の研究室に伺ったんですが、運が悪くて江上先生は東京に出張中で留守でした。安永先生はもう一人の知人である天然物科学の平田義正教授に挨拶に寄られたので、私もついていきました。ところが数分の雑談の後、我々が平田先生の部屋を除去するとき、平田先生が私に向かって、いつからでも私のところに来ていいですと言われたのです。平田先生が勘違いされたのか故意に言われたのか今でも分かりませんが、私にとっては分子生物学も天然物科学も全く知らないので、どちらでも同じようなものです。私は平田先生の言葉は天皇導きかもしれないと思い、平田家に行くことに決めました。この決定が私を生物発酵研究に導いたことになります。平田研究室での最初の日に、先生は乾燥海ボタルを入れた大きな真空デシケーターを出してきて説明されました。海ボタルは小さな甲殻類で、日本沿岸に多いこと、青い光を出すが、それはルシフェリンという化合物とルシフェラーゼという酵素の反応によること、そしてルシフェリンは非常に不安定で空気中ではすぐ酸化されて分解してしまうこと、そしてもう一つ、プリンストン大学のニュートン・ハーベイ教授の研究室では、長年ルシフェリンを生成する努力をしてきたが、不安定な性質のためまだ完全に生成することができていないことなどを話されました。そして私にルシフェリンの構造決定をするために、ルシフェリンを生成して結晶にしてくださいと言われたのです。結晶にしてと言われたのは、当時は結晶化が物質が純粋であることを示す唯一の方法であったからです。私は特別に作ってもらった SOX 冷装置を使い、水素ガス中で500グラムの乾燥海ボタルからルシフェリンを抽出生成しようとしました。これが特製のソックス冷装置です。大きくて高さが1メートル30センチぐらいあります。水素ガスはここから入って銅片を詰めた赤熱した赤鋭管を通して
不純物の酸素を除き、そしてこの装置のを満たします。その次にここのストップコックを閉じまして、こちらから真空ポンプで中を減圧にしますと、このここにあるメタノールが沸騰して、このメタノールの蒸気はここでコンデンサーで冷やされて液体に変わり、ここに滴下して抽出が始まります。それからその後ここのストップコックを閉じますと、このメタノールによる抽出は何時間も自動的に続きます。水素ガスは危険だという考えが一般ですが、よく性質を知っているとそういうことはないと思います。ただし私が水素ガスを使っている間、誰も私のそばに来なかったようですは昼夜兼行5日間かかる実験でしたが、試行錯誤の上、500グラムの乾燥海ボタルから2ミリグラムの生成ルシフェリンが得られました。それを結晶化しようとしましたが、どんな方法を使っても無定型の沈殿ができるばかりで結晶の痕跡も得られません。生成したルシフェリンは2日ぐらいで完全に分解してしまうので、新しく乾燥海ボタルからの抽出生成を何回も繰り返し、ルシフェリンの結晶化の努力をしました。ありとあらゆる結晶化の方法を試みました。10ヶ月間一生懸命努力して、やっとルシフェリンの結晶化ができたのですが、その結晶化は常識では考えられないような条件で起きたのです。結晶化には濃塩酸が必要だったのです。ルシフェリンの結晶化には偶然の成功であったとはいえ、プリンストンの偉い学者たちができなかったことを、学識も経験もない私が成し遂げたのです。この成功は終戦以来灰色であった私の将来に希望を与えました。私は本当に嬉しくて興奮で夜も眠れないほどでしたが、後から考えると、私の得た最も大きな収穫は、どんな難しいことでも努力すればできるという自信でした。結晶ルシフェリンを使って数年後には、岸義人さん、今あのハーバード大学教授ですが、岸さんの努力でルシフェリンとその酸化物の構造が分かりました。これがルシフェリンで、これが酸化物です。これらの構造は後日発酵タンパク質イコーリンの研究の時絶対必要なデータとなります。1959年に海ボタル研究の成果を知ったジョンソン教授からプリンストン大学で研究してはどうかと誘いの手紙を受け取りました。1960年8月、私はフルブライト奨学生の一員として氷川丸の最後の航海で横浜からシアトルに向けて出版しました。先客と見送り人と結ぶ無数の色テープが、船が静かに動き出すと少しずつ切れて落ちる忘れぬ光景です。13時間の船旅と3日未満の大陸横断の鉄道の旅の後、プリンストンに着きました。ついてしばらくした頃、ジョンソン博士がオワンクラゲという発光クラゲの研究をする気があるかと尋ねました。彼の説明によりますと、ワシントン州のフライデーハーバーにというところに非常に多いクラゲで明るく光るというので、私はそのクラゲの研究に同意しました。1961年6月、我々はプリンストンを車で出発し、大陸を横断してフライデーハーバーに向かいました。これは途中でロッキー山脈を越えた頃の写真ですが、車に薬品やら実験器具をいっぱい積んでいますので、この車体がだいぶ下がっております。5000キロメートルドライブしてフライデーハーバーに着きました。
フライデーハーバーは小さな島にある静かな漁村でした。本土との間をフェリーが1日に3回か4回つなぎます。ここにあるボートはサケ漁さん、この小さな水蒸気はエアタキシーです。そして研究所はこの辺の岸辺にあります。これがワシントン大学の研究所の写真です。こちら向こうが東の方向で、遠くに本土のキャスケードマウンテンの山が見えます。これは雪をかぶったマウントベーカーです。クラゲは実に豊富でした。時としては群れをなしてこういうふうにたくさんおります。私たちがクラゲを取っていると、時々土地の人が寄ってきて、クラゲを取るならレイディ・スミスに行きなさいと言われました。レイディ・スミスに行くと、レイディ・スミスは 2,30 キロ離れた場所ですが、そこに行くとクラゲの上を、海のクラゲの上を歩けるっていうんですね。実際に歩けるはずはないです、いくらたくさんクラゲがいたって。だからそれほどたくさんいるということです。オワンクラゲの発光器は笠の縁にあります。これが縁ですね。で、暗いところで光らせるとこういうふうなリングになります。緑色の発光でリングになります。で、我々はこの発光部の発光器のついている部分をリングと呼びました。大きな網でクラゲを取ると発光器を壊しますので、それで我々はクラゲを一つ一つ注意深く特製の採取網ですくい上げました。そしてリングだけをハサミで切り取って研究に使い、研究に不必要な大部分のボディは海に捨てました。当時すべての生物発光はルシフェリンとルシフェラーゼの発光で反応で起きると考えられておりました。したがって我々は発光器からルシフェリンとルシフェラーゼを抽出しようとしました。しかしそれがいくら工夫してもうまくいかなかったのです。私はクラゲの発光はルシフェリン、ルシフェラーゼ反応ではないと判断しました。それで私はジョンソン博士に、ルシフェリンとルシフェラーゼを抽出するのをやめて、どんな物質であるかわからないが、とにかく光る物質を抽出しましょうと提案しました。光る物質を抽出すれば、ルシフェリンだろうが他の物質だろうが抽出うまくいくはずだと思ったんです。しかしいくら説明しても博士はルシフェリンとルシフェラーゼが存在するはずだと言って言い張って、私の言い分を聞いてくれませんでした。仕方なく私は実験台の片側で自分の考えで自分勝手な実験を始め、反対側ではジョンソンと助手がルシフェリンの抽出を続けるという非常に気まずいことになってしまいました。これが生物発光の研究の原理です。発光物質を発光しない状態で溶かし出して分離生成しなければならない。次に得られた純粋な発光物質の性質、化学構造、発光反応などを調べる。だけどこの第一段階が難しい、簡単なようで難しいんです。発光物質を抽出するためには、発光能力を保ったまま抽出しなければならないので、私は酵素やタンパク質や酸化反応の阻害物質を使って一時的に発光を止めて抽出しようとしました。しかしどんな阻害物質を使ってもうまくいかず、10日もするとアイデアが尽きてしまいました。私は実験を諦めて、もっぱら発光反応がどのようにして起きるか、またどうしたら発光反応を阻害できるかということを昼も夜も考え続けました。しばしばボートで漕ぎ出て、暖かい日差しの下で横たわり、波に揺られて考えました。というのは
海の上では誰も話しかけないからです。時々フェリボートが来るんですけど、海の上の原則として動力のない船は動力のある船に対して優先権がある。それでフェリーはいつも私の小さなボートの遠くからこう迂回してね通るんですよ。1週間くらい経ったある日の午後、ボートの上で突然一案がひらめきました。それはごく簡単な考えでした。生物の発酵には多分タンパク質が関係している。そうであれば発酵は酸性度、すなわち pH によって変わるであろう。私はすぐラボに戻り、種々の pH の干渉液を作り、それでリンゴを抽出してみました。抽出液は pH7 で光り、 pH6 でも光り、 pH5 でも光りましたが、 pH4 では光りませんでした。それでリンゴを pH4 で抽出してろ過しますと、予想通り全く光らないようになりました。ところがそれを重曹で中和しましたところ、また光るようになりました。私はついに抽出法を発見したと思いました。発酵物質は pH4 で抽出できるからです。ところが次の瞬間に驚いたことが起きたのです。実験に使った pH4 の抽出液を流しに捨てたところ、流しの内側がパーッと明るく光ったのです。流しには海水が流れ込んでいたので、海水が発酵を引き起こしたに違いないと思いました。海水の成分は分かっていますので、発酵を引き起こした原因がカルシウムであることを知るのに、そう時間はかかりませんでした。カルシウムが発酵を引き起こす原因と分かったので、我々はカルシウムと安定な作塩を作って無効にする EDTA を使って発酵物質を抽出することにしました。これがその方法です。1961年のその夏、我々は1万匹のクラゲを抽出して、抽出物をプリンストンに持ち帰り、発酵物質を生成しました。そして翌年春に数ミリグラムのほぼ純粋な発酵物質を得ましたので、その発酵物質の性質を調べました。その発酵物質はタンパク質で、微量のカルシウムイオンを加えると青に光を放つのです。実に奇妙なタンパク質でした。我々はそのタンパク質をイコーリンと命名しました。イコーリンの生成中に緑の蛍光を放つ物質を微量発見しましたので、それもついでに生成してしましたが、それが後の緑色蛍光タンパク質 GFP であります。1963年に私は名古屋大学水質科学研究施設の小山先生の助教授として帰国しました。実は私は長崎大学から留学したので、長崎大学に助手として戻るべきだったのですが、当時の薬学部長小林五郎先生のご好意で名古屋に行くことになったのです。しかし名古屋では水質研究と生物発酵の2本立ての研究では良い仕事ができないことを自覚いたしました。それで2年後にはまたプリンストンに戻ることになりました。その頃、イコーリンはカルシウムイオンの役目を調べる道具として生理学や生物学で非常に役立つことが分かりました。それでイコーリンの応用を確立するため、イコーリンがどんなメカニズムで光を出すのか知る必要があると思いました。まずイコーリン中にある発色団をタンパク質分子から取り出して調べようとしましたが、どんな方法を使ってもイコーリンが分子内反応を起こして発光してしまい、発色団が分解してしまうのでうまくいきませんでした。
しかし我々は移行輪と移行輪を尿素とメルカプトエタノールで変性すると青い蛍光を出す物質ができることを見つけました。その蛍光物質の吸収スペクトルには350ナノメーターにピークがありましたので AF350 と命名しました。我々は AF350 の構造を調べることにしました。しかし 1mg の AF350 を売るには150mg の移行輪が必要で、そのためには5万匹のクラゲを採集し抽出しなければならない。構造決定には数ミリグラムの AF350 がいりますので、その仕事は予想外の大事業となりました。我々は毎年夏になるとフライデーハーバーに行きました。フライデーハーバーでは朝6時にクラゲ取りを始め、グループの一部は朝8時にリング切りを始めます。午後は全員でクラゲから発光物質を抽出し、夕方は7時から9時まで毎日翌日使うためのクラゲを採集しました。毎日15時間の労働でした。我々のラボはまるでクラゲ工場のようになりました。これは1974年のクラゲ最終チームのメンバーです。こちらから、これはフライデーハーバーで雇ったアシスタント、これはジョンソン博士、ミセス・ジョンソン、これがドクター・チャーン、この年のボランティアのコレクターです。これはチャーンのワイフ、これは私で、これは私の家内で、ここにいる2人は私の息子のツトムと娘のサチ、9歳と5歳です。で、毎日バケツに40杯から50杯のクラゲを取りました。この最終網の絵をこう黒とオレンジのまだらに塗ってありますが、これはジョンソンがプリンストンからに塗ったものです。これは私の家族がクラゲを取っているところです。ここに一つクラゲが乗っております。ハサミでリングを切るのでは時間がかかりすぎるので、スピードアップするためにジョンソン博士がクラゲ切り機を作りました。これは肉切りの10インチの丸い肉切り刃でゆっくりとこうぐるぐる回っております。でクラゲをここに乗せまして、こういう道具を使ってクラゲを指先で1回転させるとリングは瞬間的に切れて、この下の入れ物に落ちます。この機械によってハサミより10倍早く切れるようになりました。これはクラゲ切り機を試運転中のジョンソン夫妻、これは実際にクラゲのリングを切っているところです。2人で1時間に1200匹のクラゲが切れます。これは移行輪の抽出をしているところです。5年間一生懸命働いて、1972年についに AF350 の化学構造が判明しました。驚いたことには、この AF350 の構造の中には、前にウミホタルのルシフェリンの酸化物の中に見つけたこの2アミノピラジンの構造、同じ構造があったのです。ただしこの側鎖は違います。この発見はクラゲの発光がウミボタルの発光系と密接な関係があることを示しました。このことから移行輪の発光弾が
この化合物セレンテラジンであることが分かりました。ビクオリンは約 分子量が約2万の球状タンパク質で、その中心にセレンテラジンの過酸化物を持っております。ちょうど卵を想像してください。黄身がそのこの中のセレンテラジンのパオキサイドです。でもしカルシウムイオンが周囲にありますと、カルシウムイオンがこのビクオリンに結合しまして、タンパク質部分の変形を起こします。そして変形によって中のセレンテラジンが分解しまして、光を出します。光った後のタンパク質部分をセレンテラジンと放置しますと、元のイコリンに戻ります。次に話が変わって GFP のことになります。イコリンと同時に発見した GFP は結晶になりやすい美しい蛍光タンパクでありますが、このタンパク質は発見以来使い道がありませんでした。ちょっと明かりを暗くしてください。ここにちょっと待ってください。ここにその GFP の溶液があります。これに紫外線を当てます。きれいな色に光るでしょはい、明かりをお願いします。GFP はクラゲからごく微量しか得られませんので、クラゲの発光とごく微量しか得られないのですが、クラゲの発光と同じ色の発光、同じ色の蛍光を放つ興味あるタンパク質でありますので、イコリンの研究中に少しずつ貯めておきました。そして1979年に貯めておいたGFP を使ってその蛍光のもとである発色団を調べました。1回の実験に数年かかって貯めた 100mg の GFP を使い、まず GFP を酵素で小さいペプチッドに分解して、できた無数のペプチッドから発色団を持つペプチッドを選び出して生成しました。最初の GFP から約 0.1mg、 約1000分の1の量の発光発色団を含むペプチッドが選びました。得られたペプチッドの吸収スペクトルを測定したとき、私はびっくりしました。というのは、そのスペクトルが私が20年前にウミホタルシフェルの研究中に合成した化合物のスペクトルとそっくりだったのです。基地物質と似ていることから、GFP の発色団の構造は比較的簡単に分かりました。しかし、その結果は考えてもいないことを明らかにしました。普通の蛍光タンパク質は、タンパク質と蛍光物質との蛍光物質が結合したもので、二分子からなります。しかし、GFP の場合は、タンパク自身の中に発色団が含まれて組み込まれておりまして、一分子なのでタンパク質一分子なのであります。下の方は GFP の図解ですが、この小さい丸は一つのアミノ酸を示します。で、GFP は200数十個のアミノ酸のチェーン、
つながりですね、つながりからなっております。そしてそのうちの3つのアミノ酸が縮合反応と酸化反応を起こしてこの発色団を形成しております。つまり GFP は分子全体がタンパク質で、発色団はタンパク質の一部であり、 GFP は遺伝子を使ってクローンできる可能性があることが分かったのです。1979年のこの発見はその重要性から見て GFP の本当の発見と言えると思います。1992年にダグラス・プラッシャーが GFP のクローンを作りました。そして1994年にはマーチン・シャルフィーが GFP を生きた生物中に発現できることを示しました。これはシャルフィーがの報告が載っているサイエンスマガジンの表紙です。これは線虫でこのグリーンのGFP が発現されていることをはっきりと示しております。さらにロザーチェーンが GFP にいろいろな改良を加えてさまざまな色の蛍光を出す蛍光タンパク質を作りました。上は天然光で見た色です。でその下は紫外線で見た蛍光の色です。現在 GFP とそれを改良した蛍光タンパク質は世界中で広く使われ、医学や生物学の研究に絶対必要で欠くことのできない道具であると言われております。そういうわけで GFP がノーベル賞の対象になったのは当然と考えられます。しかし GFP は計画して発見されたのではありません。発光クラゲの研究中に副産物として発見されたのであります。発光クラゲの研究なくしては GFP の発見はなかったはずです。 GFP の発見は基礎研究の重要性を示す一つの例であります。 GFP の発見に関連して一つ不思議なことがあります。と言いますのは、以前はあれほどたくさんいたオワンクラゲが我々の研究が済んだ後、1990年頃に突然消え失せたのです。それ以来 2,3 匹のクラゲを採集するのも容易ではありません。その原因は水温変化による天然現象であるかもしれません。しかしあるいは1989年に起きたオイルタンカーエキソン・バルデツの事故による海底汚染かもしれません。しかしこのようなことが20年早く起きていたら GFP は発見されず、現在 GFP は存在しないでしょう。今日お話したのはウミボタルとクラゲの発光の研究についてだけですが、最初お話ししましたように地球上には無数と言ってよいほどいろいろ違った発光生物が存在します。しかしその大部分は科学的には未解決です。イコーリンと GFP の発見でも明らかなように、発光生物は変わった化合物や思いがけない珍しい反応の宝庫、宝の蔵であります。しかし現在生物発光の科学を研究する人はほんのわずかです。一般に生物発光の科学的研究は難しくて成功率が低いと思われているようです。私は若い人に元気を出してほしいと思います。発光生物に限りません。どんな分野でもいいから、興味のある問題に遭遇したときはそれが難しそうだなどと言わずに積極的にチャレンジしてください。難しいことほど達成したときの喜びは大きいものです。どんな難しいことでも努力すればなんとかなる。絶対諦めないで成功するまで頑張ろう。努力あるのみです。皆さん頑張ってください。
ご清聴ありがとうございます。下村先生、非常に素晴らしいご講演どうもありがとうございました。せっかくの機会でございますので、ここで本日参加しております中学生と高校生から一つずつ質問を受けたいと思います。どなたかご質問どうぞ。すみません、長崎県立友好館高等学校1年の柿添です。今回その発光生物として先生が研究されたあの海ホタルと、あとオワンクラゲが、話の中で出てきたんですけれども、それらは例えばその冒頭で出てきたホタルだったら発光する理由としては、皆さんがよく知られているものとしてはそのオスとメスがその、子孫を残すためにその更新の一つの道具として光を発するということが今までに研究されていると思うんですけれども、そのオワンクラゲや海ホタルっていうのは、どうしてその発光するようなシステムを持ったんでしょうか。ホタルの場合は研究もしやすいし、そのオスとメスとの間の信号であるということを実験的に示すことも簡単です。しかしクラゲの場合はそういきません。まず第一に申し上げたいのは、私はね、ケミストで、化学のケミストで、生物学者じゃないんです。それはね、生物学の問題で、生物学の人はそれでいうこと、いろんな説を出すかもしれません。しかしクラゲの場合はね、全くわからないと言った方がいいでしょう。クラゲに聞いてください。もう一方、中学生の方々はそちらのですか。どちらか先ほど手挙げられたの、学校と名前を教えてください。長崎西高等学校の鶴崎真也と言います。以前テレビで見たんですけども、研究には人のためや社会のためにする研究と、自分自身の探究心のためにする研究があるというのを見たんですけども、先生は研究の動機としてどちらが重要だと思われますか。重要とか何とかは言えませんけどね、私は原理の探究、それだけです。わからないことを知りたいと思う。まあ身勝手のようななんですけど、それでも十分社会に役に立つと思います。これが典型的な例ですよね。 GFP の発見と、私は発見しようとも思っていないし、ましてや人のためにね、人の役に立つために発見したのでもありません。しかし現実としてはね、とっても役に立ってますよね。ありがとうございました。はい、それではまたあるかと思いますけども、これで、質問を終わらせていただきたいと思います。以上をもちましてノーベル化学賞受賞記念講演会を閉会させていただきます。今一度下村先生に盛大な拍手をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。